2015年12月12日、中国の掲示板サイトに、絶対に緩まないナットの匠の精神から、日本がわかると題するスレッドが立った。中国や英国、米国など、科学技術レベルが、最先端の国が、従業員わずか45人の小さな会社にナットを注文していると指摘。この会社は、絶対に緩まないナットを生産しており、その技術は、いろいろな分野で、安全性に大きく貢献していると紹介した上で、ナット一つ作るのに、日本人は、ここまで極める。これこそ匠の精神であると伝えた。これに対して、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。こういう小さいものから差がわかるよな。やはりすごいな。俺たちには、何十年かけても研究開発できないだろうな。緩まないナットが作れないなら、絶対に錆びないナットを作ればいい。ボルトを締めてから、ナットと一緒に溶接する方法を取り。緩まないナットを作るには、まず材質が重要。緩まないナットなら、昔からあるだよ。自転車のペダルがそうだ。ただ精度が違うだけのこと。